よし、やるか。はい、どうも、皆さん、タンブラーです。ウォーグルーブ、続きからやっていきたいと思います。はい、ということで今回は、第6幕ミッション2ですね、沈黙の岩、ということで、この、ちょっと寒そうな地方にやってきました。はい、ということで、今回このステージやっていきたいと思います。フェルハイム、お？フェルハイム入ったんだ。はい、じゃあ敵、軍の、土地に侵入してきたということかな。はい、やりますか。うわぁ、うわぁ、海軍も見えてるよ、向こう。そうか、なるほどね。こっから先はあれか、海軍隊もいるし、多分飛行部隊もいるし、陸上部隊もいるしって、これ全部活用していかなくちゃいけないのか。大変だね。本当にこのゲームね、基本的にこうレベルとか全くないんで、もう純粋にテクニック、知恵だけでなんとかしなくちゃいけないんでね。いやー、大変そうだな、このステージは。はい。ということで、まあよく聞いてませんでしたが、戦ってる間に私がバルターを見つけ、ガントレットを破壊すると。うん、いいことだね。はい。なので、軍を二手に分けると。はい。うん。で、シーザーが同行すると。え、じゃあ、マーシアとシーザーを別で操作するの？っていうことかな。はい。それっぽいですね。はい。じゃあ、今回も複数の司令官のステージかな。あれ？複数司令官はさ、複数司令官だけど、マーシアは？あれ？マーシアは？あれ、マーシアどっかにいる？あれ、マーシアとシーザーいないじゃん。あ、わかった。そういうこと？じゃあ、このステージは、あくまでも前哨戦ですね。マーシアとシーザーが隠密やってる間、陽動しろというステージかな、ここは。はい、わかりました。じゃあやっていきましょう。うわ、すげえ。うわ、すげえな。とんでもなくこれ時間かかりそうだね。はい。じゃあ今回は司令官3人に対して、向こうは司令官なし？あ、司令官いないじゃん。もうでも、司令官いないけどさ、もうここまで来ると、終盤のこうユニットとか、普通に司令官並みに強いから、あんま関係ないけどね。向こう司令官いなくても。うわ、ゴーデムすげえいっぱいいるな。これは、ドラゴン部隊特攻させるしかないですね。っていうか、やべえな、これ。敵の数。敵の数と、待って、これゴールド収入いくつあんの、向こう。ゴールド収入は2100。馬鹿げてますね。わかった。そういうこと？向こう司令官誰もいないけど、ゴールド収入と、あと、兵舎の数もとんでもなく多いし、最初から配置されている敵兵の数も多いのね。わかりました。はい。じゃあ、この劣勢を覆していきましょうか。で、でだ。待ってよ。よく見して。うん。わかりました。はい。海軍と空軍と、陸上部隊の陸軍に分かれてるんですね。はい。で、マーシアの王国軍が陸軍で、この砂漠の人たち、こいつらが空軍で、ヌル、フロラ族が海軍という構成なんだね。相性勝負をね、うまく見て、相性いい戦いを常に繰り広げていくしかないですね。これ何っていうか。乗る？あ、わかった。輸送艦か、これ。わかりました。じゃあ、これは乗せるしかないね。で、射程入っちゃうな。この辺かな？射程入らないようにします。で、
こいつは？まあまあまあ、これはこれでいいでしょう。軍艦で砲撃しての、で、次のターンに、この村は取るということでいいでしょう。はい。で、ここでいいか。はい。で、こいつを釣ってきて、出てきたら亀で叩く。ね、これでいいです。はい。いいでしょう。そして、うん。じゃあ次、空軍ですね。空軍は、つか、こいつどうすんの？こいつは、司令官、ダメじゃん。うわぁ、すごい時間かかるよね。そうすると。だよね。じゃあ、司令官は、陸から行くか。ああ。いや、待てよ。球体とかあるんだ、そんなの。いや、でもなぁ。でもなぁ。はい。いや、いいや。じゃあ、合流させますか、こいつは。ちょっと地上部隊がね、なんか弱そうなんで、一番。馬車を追加して、で、こいつは馬車に乗ってますか。はい。で、800ゴール黙ってるんで、このターンで亀追加しとくかな。うん。ハープン艦は動きが狭いんで、これいらないわ。まだ。軍艦買えないし、亀追加しとります。もう一体。はい。で、これ結構ね、亀強いと思うんだよね。すごい移動距離多いんでね。はい。で、そんでもって、そんでもってだ。これ、中央のバリスタをどうするかだね。中央のバリスタどうしようね。戦艦で潰す？あ、違うな。ドラゴンいるじゃん。ドラゴンで、ここまで行って、次のターンで、速攻で近づいて落とせばいいじゃん。そうします。はい。で、じゃあ、ハーピー部隊は、南下すればいいんじゃない？普通に。はい。以上。これでじゃあ、あとは地上部隊ですね。地上部隊いきます。地上部隊は、うわぁ、地上部隊一番弱そうだな弱そうだな、地上部隊。はい。うん。ここまで進めまして、で、こいつだよな。1、2、3、4、5。ん ?1、2、3、4、5。あ、ここか。はい。これでいいですね。次のターンに、騎士でクリティカルが取れるんで、無駄、一発で潰せるでしょう。なるべく一発で、向こう潰して、反撃のダメージを受けないようにする。という作戦で、進みたいと思います。はい。よし！撃ち取ったり撃ち取ったりはい。ということで、バリスタ潰すと一発でね。で、これがね、おそらく、こいつらさ、攻撃できないんじゃない？なんで、村はいかん。村は反撃受けるからいい。そうじゃなくて、この軍艦さ、多分これ投石隊と一緒でしょ。このハーピーで囲んでボコせばいいでしょう。そして、届かない。ここまで行って、で、乗っけますか。よし、これで追いつけるでしょう。はい。陸上、海上から行きますか。海上部隊行って、で、こいつは釣れた。はい。一発ですね。で、あ、そうね。これは、もう、ここでいい。間違いない。で、一発はい。そして、上陸して、あ、ここしか、下ろせないのか。で、次のターンに、村を取るという感じでいいですね。うん。で、
まあ、ちょっと、砲撃は一発覚悟しないとダメだな。砲撃一発覚悟して、南行った方がよくね？こいつ。南子。で、ここは、落として、おいっと、選挙。よし。オッケー。さあ、そして、1200か。飛行隊は出てきてないね、まだね。飛行隊出てきてないけど、どうせドラゴンとか出てくるでしょ？すぐ。スカイライダー追加しておきますか。そして、陸軍行きまーす。ここで一発で、落ちない。落ちない。あっそう。ショックだね、それは。それショックだよ。すごいショックなんだけど。はい、まあまあいいでしょう。陸軍弱いわ、一番。一番弱い。ゴーレムとかいればね、よかったんだけど。はい。まあ、攻撃されますね、ヌルを。しゃあない。あ、無駄砲撃受けたのか。そうっすか。はい。で、一応、ようやく司令官がここまで来て、脅せますね。はい。よし。どうしようかね。どうしようかね。一マス進んどいて。うーん。だよな。って感じだな。陸軍のこう微妙さ加減が半端ないな。はい。で、海軍行きまーす。で、こいつ連れたので、あれ？いいですね、こっから。バチンと。で、落としてしまって、で、そうだね、ハープーンが邪魔だなぁ。ハープーン邪魔だね。1,2,3,4,5,6。射程は入ってないか。ハープーンが邪魔すぎるなぁ。邪魔すぎるな、ハープーンが。ハープーン艦が邪魔すぎるな、ほんとに。まあいいや、この亀は削っといて、で、こっちの軍艦は、亀で、連れてるんで落とす。はい。そうだなぁ。で、選挙。ここまで進めますか。はい。よしと。このハーピーどうするかな。困ったね。困ったね、本当に。ドラゴンは追加。反撃受けるね。いや、まあいいや。ちょっと一体は。もう突っ込むか。ちょっと2体突っ込んで、削るだけ削っておきます。ハープーンに1体はもう、やられると思いますが、それはもう必要経費だな。はい。これでいいでしょう。
はい、一帯は沈みましたね。で、亀が近づけたので、ちょっと待てよ。違うな。違う違う。ドラゴンで行った方がいいね。ドラゴンで、ハープーンを削る。で、亀で、特攻。で、そうすりゃ、アタックはできないのか。うん。で、削って削ってっていう感じでいけば、うん、まあまあ、いいんじゃね。それで、いいか。はい。それから、次に、ここ。まず、ヌルは乗っけて、動かすしかない。で、亀が若干残っちゃってるんだよね。若干残っちゃってるんだけど、まあ、あ、違う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 。こっからじゃないな。こっからアタックするか。はい。うん。で、このターンに戦況。で、多分ハープン艦とかが、近づいてくるから、あ、違う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 。ここでいいや、亀は落としといて、しょうがない、削れちゃってるけど、こいつで、一回削っておきますか。はい。こんなもんかな。そうすると、この飛行、対飛行が結構前出ても安心だよね。はい。軍艦もう一体欲しいな。軍艦ちょっともう一体入れとこう。で、ドラゴンも前出すと。よし。うん、海軍と空軍はいい感じですね。だいぶ攻めていけてると思う。うん、思う。ちょっとまだこの辺の村が手つかずになってますが。で、陸軍だよな、問題は。ほんと問題だよな、これ。こいつら。はい。倒して。そうですね。そうですね。まあ、こう行くか。はい。これで、で、あともうちょっともう、この役立たないんで、こいつ身代わりでこの辺置いとくか。誰か狙ってくんないかなっていう感じですね。はい。以上で、これでいいでしょう。はい。亀削れちゃったなぁ。はい。まあまあ、でもそんなに被害は多くないかなぁ。で。はい。まあ、こいつ倒しておきます。で、ちょっともうこの騎士は若干減りすぎだよね。減りすぎ。はい。ここ行って、で、いやー、移動距離足りないのか。ひで、ひで。はい。まあまあ、いいか。こんなもんだな。こんなもんだ、陸軍は。はい。
弱え 弱い 弱すぎる。はい。で、亀。いや、やっぱドラゴンだな、追加は優先で。お金があるんだったらね。はい、ドラゴン追加。ほいっと。よし、ちょっと陸軍はもう、一進一退で、なんとかしてくれという感じですね。はい。で、亀削れちゃってるのが、ショッキングなんだけど、ショッキングなんだけど、そうですね、そうですね。ちょっとまだ、兵舎落とすのは無理ですが、こう出てきたユニットを完全に粉砕することはもう余裕ですね。よし。ここがもう出てきた瞬間に、どんどん打ち取っていくことは、できる。できると。んで、まあ、行ったやでな。ちょっと、北に、戦力増強しとこう、こいつは。で、ここについては、そうだね、そうだね。ここまで進めて、削っておいての、で、一発ですね。よし。亀強いな、しかし。で、こうして、こうすれば、落とせると。はい。よしよし。村も落ちた。まあ、あと、ヌルがやることないんで、ヌルも南下させておきますか。司令官は全員南に合流だな。よし。まあいいでしょう、こんなもんで。はい。お？亀攻撃受けた？あ、ハープーンか。やってくれるなぁ。やってくれるなぁ。ハープンか。って感じだなぁ。ハープーン、うっとうしいのぉ。ここは選挙。ハープン鬱陶しいなぁ。ハープン鬱陶しい。軍艦で削っての。まあいいや。増強しとこう。はい。で、まあ一応これでハープン削ったから、そんなに脅威ではなくなったと思いたい。で、あ、ドラゴン一体南に送ったので、これがな、反撃受けるのが鬱陶しいんだけど、鬱陶しいんだよね。いや、ちょっとこの辺を削るのを手伝っとこう。で、はい。で、うわ、倒せねえじゃん。しょうがない。で、亀はもういいや。北に戻すか。はい。で、
この辺落とすためにな、水陸隊を追加しておきたいんだよね。で、あともう一応もう一体ぐらい、今後に備えてストームオールを追加しとくか。まだ、空軍来てないですが。はい。で、でだ。どうしよう。はい。これ村を落とす。で、こいつは、ここで、殴っといて。で、あと、ま、この、犬を。あ、これ順番逆だったな。ま、いいや。はい。よし。よしよしよし。これで地上部隊も、いいんじゃない?大体、殲滅できたね。よし!はい!じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。いやー、これまだ4分の1ぐらいじゃない?はい。長いですね、ここは。はい。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。